さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のエキシビションマッチが配られております。それでは早速参りましょう。まず三塁側千葉ロッテマリーンズ、先発投手は成田、コンディションに関しては問題ないようです。そして対する一塁側読売ジャイアンツ、先発投手は今村、ナイスピッチングに期待したいと。それでは先発投手をご紹介します。マウンドに上がるのは玉持ち丸を持っている今村。バッターにとっては非常に打ちづらい投手。さあどんな攻防になるか。さあ注目のゲームが始まります。打ちました、一塁に送る、北村軽快な守備。そしてバッターボックスは根本、セットポジション1球目、初球を打ちました、強襲、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー、これで3アウト。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。マリーンズ、スコアボードに0の文字が入ります。0対0で迎える2回です。そして迎えるバッターは、打った、ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります。中継、勝木、気持ちのいい当たりでした。マリーンズ先制のチャンスを迎えます。打った、金沢、三塁へ向かう、ゴロが突破、石峰ヒットを放ちました。チャンスを広げています。ここでバッターは打ちました、取った、マリーンズなおもチャンスが続きます。ここでバッターボックスは池、打ちました、吉川、取って、ホームはフォースアウト、これで2アウト。では改めて、そしてバッターは伊地、今村踏ん張りました。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。2回の表が終わって0対0、ジャイアンツ先制のピンチをしのぎました。0対0で迎える3回です。そしてバッターボックスはアウトコース、見送った、ここはフォアボールです。さあそして迎えるバッターは、先ほど打ちました、フラフラッと上がった打球はファーストフライ、取りました、これで3アウト。さあそれでは先ほどのシーンを、3回の表が終わって0対0、ジャイアンツ先制のピンチをしのぎました。0対0で迎える3回です。そして迎えるバッターは吉川、投げた、いいボール、変化球が切れています。インコースとボール逆を取りました、これで2アウト。マリーンズ追う展開迎える4回です。ここでバッターは肘、振り出し、初球を打った、取って、これで3アウト、チェンジ。4回の表が終わって1対0、今村毎回ランナーを出していますが無失点に抑えています。マリーンズ追う展開迎える5回です。さあそしてバッターボックスは、先ほど1球目打った、センター前進、掴みました、ランナー1塁に戻ります、これで2アウト。ここでバッターボックスは金沢、2球目を投げた、打ちました、取りました、これで3アウト。5回の表が終わって1対0、今村ここまでランナーは出していますが無得点に抑えています。バッターは9番吉川、吉川大輝。さあ初球、サークルチェンジはボール、2球目を投げました、さあ打ちました、これはどうだ、センター見上げた、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ突き刺さった、ストレートを完璧に捉えました、見事な一発を見せてくれました。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。さあここでバッターは先ほどホームランの吉川、まずは初球、初球打ち、センター前ヒット、クリーンヒットです、吉川ナイスヒットです。ジャイアンツここは代打を起用してくるようです。バッターは山本、ランナーを進められるか、タッチはセーフ、セットポジション1球目、初球から送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、リートゥーシェン、取ってアウト。そしてバッターは若林、リードを広げておきたい、ストライク、外低めいっぱい、カウント1ストライク、投げました、ボールに勢いがあります、次はどう攻めるのか、スライダーはボール、
ワンボールツーストライク。ここは慎重に行くか。ボール外れた。カウント2-2。さあ次は何を投げてくるか。打ちました。これはライトフライになった。ライト取りました。ジャイアンツなおもチャンスが続きます。ジャイアンツどうやらここは代打策に出るようです。バッターは宇佐美。この回畳みかけていくか。スライダー見送ってボール。投球3つ目投げました。おっとすっぽ抜け。余計な力が入ったか。第4球投げた。打った。三塁線いい当たりですが左に切れていきます。打ちました。ファールボール。投球6つ目。さあこれで流れが変わってくるか。7回までが終了して2-0。ジャイアンツ2点リードは変わりません。マリーンズここはなんとか追いつきたい。そしてバッターボックスは打った。山本掴んだ。二塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。マリーンズダメ押しのピンチを迎えております。さあここでバッターボックスはここまで2安打の打ちました。初球打ちゴロが抜けた。吉川クリーンヒット。マリーンズ何としても得点を挙げたい9回です。そして迎えるジャイアンツ最後をしっかり締めて見事勝利しました。ジャイアンツ見事な戦いで白星を挙げました。全員野球で勝ちをつかみ取った。勝利投手今村、敗戦投手成田、西武西村でございます。さあそしてジャイアンツファンの皆様よろしいでしょうか。ヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に素晴らしい活躍を見せてくれました。